どうもガシです。元気ない、やだ本当にやだ。脱出病棟オメガっていう VR のホラーなんかゲームをやるってなって、なんかわかんないわかんない、本当ホラーに関して私に振るのはやめてほしい全部っていうことで、でもやりますだそうです。頑張ってください。決して一人では入らないでくださいって、一人で入るからね、意味が分かんないしこれマジで。でなんかこのストーリーは目を覚ますと車椅子に乗せられ体を拘束されてるっていうシーンから始まるんですよ。でだから座ってて操作もこういう車椅子にあるこうレバーでこういうので動かして、でこう右手にこうライトを持ってこう探しながら歩くらしいんですね。さらにこれは4人1組みたいな、4人1組でこう時間内に脱出すれば成功みたいな。でダメだった、はい、だそうです。いってらっしゃい。大丈夫、実は今日朝ホラー映画を見てきたんですよ。だから大丈夫だと思う。なんかちなみにその映画のタイトルは忘れちゃった、なんだっけな、なんかあるわ、マジでやだ。何アップしてたでしょ。あー頑張りますよ、これ結構マジでやばいって言ってた。頑張ります。Yeah!
怖い。間に合わなかったようですね。水木誰だ水木
すいません、作っていただいた方ということで、小屋所長ですか。そうです。いや本当に怖いゲームでした。 ありがとうございます。VR ゾーンでも皆さんも大絶叫してますので、お店に轟いてますので、お店もっと静かなところなので、もう殺人鬼が襲ってきたんじゃないかって、キャー、ありがとうございます。いや本当に怖いゲームなんで、皆さんこれ、ね、本当出たらぜひやってみてください。多分ガシーさんすぐ泣いちゃう。もう出てる。 VR ゾーンってお台場にあるんです。あ、お台場の VR ゾーンこれできるんですよ。ちょっとお台場で皆さんぜひやってみてくださいということで、目標締めていい？ということで今日は VR ですごいホラーゲームを脱出病棟オメガをやりました。あー怖かったです。じゃ